雪まつり会場では足場を作るなどして雪道作りが進んでいましたただ中止を受けて今作業員はその足場を壊す作業に入っています来月5日に開幕予定だった札幌雪まつり実行委員会は新型コロナの感染拡大を受けて大通り会場での開催を中止する方針を固めました会場では 2年ぶりの雪像作りが進んでいましたが関係者によりますと、現在、製作途中の雪像は取り壊されるということです。 毎年、多くの観光客が訪れていた札幌雪まつり去年はオンライン開催となり今年2年ぶりに大通公園で開催されるはずでした市民からは複雑な声があるんだなと思ってたんですけどちょっと残念ですけど。やって欲しいいまで行かないけども こんな作ったもの壊してまでやめる必要もなないいんじゃないかしらと思うんだけどね実行委員会は大通りとは別の会場に雪像を制作し来月5日から28日までオンラインで配信する方向で調整しています今日は新たに698人の感染が確認され感染の急拡大が続く道内 昨日、札幌市中央区にある民間の PCR 検査センターには長い行列が2時間半待ちの人もいたそうですその入り口にあった検温カメラのモニターを見てみると39.3度高熱がある人も並んでいたといいます本来、発熱している人は かかりつけ医か相談窓口に電話してから受診するのがルールですが、PCR 検査に直接駆け込む人も多いようです。さらに、医療現場では、高性能マスクをめぐって、新たな不安が1日の発熱外来で3枚使用する形であの、使う人を制限して使ってやろうかということで、計画しています。 医療従事者などが使用する高性能の N95 マスクが品薄になり始めているそうですその背景にはアメリカで高性能マスクの需要が増えるほか生産拠点のある中国で来月大型休暇春節に入るため マスクの供給が減ると予想されているのです品薄になるのは見えてるかなとは思うので、不織布マスクはまあまあ潤沢にあるから、2枚重ねで対応しようということで。す